皆様こんばんは。自己愛性パーソナリティ障害ナルキシスティックパーソナリティディスオーダー、NPD は、認識と理解が重要な精神障害です。NPD の最悪の結末は、個人や関係に大きな影響を及ぼす可能性があります。今回は、NPD の最悪の結末について考察し、予防策を探ります。孤立、NPD の症状が悪化し、他人との対立が頻繁に起こると、NPD の人々は孤立感を強く感じることがあります。彼らの自己中心的な態度と対人関係の困難さが、友人や家族から遠ざけられる原因となることがあります。破綻した対人関係、NPD の最悪の結末の一つは、破綻した対人関係です。彼らの自己中心的な振る舞いや他人を利用する傾向が、友人や家族との信頼関係を壊す可能性が高いです。仕事や教育の問題、NPD の人々は自己評価が非常に高いため、他人との協力が難しい場面で問題を引き起こす可能性があります。職場や学業でのトラブルや経歴の不安定さが最悪の結末として現れることがあります。精神的健康の悪化、NPD の人々は、自己評価の脆弱さや自己顕示欲から来るストレスにさらされることがあり、これが精神的健康の悪化につながることがあります。うつ病や不安障害のリスクが増加する可能性があります。法的問題、自己愛性パーソナリティ障害を持つ人々は、他人を利用することや法に違反する行為を犯すことがあるため、法的問題に巻き込まれる可能性があります。最悪の結末を回避するためには、理解と予防が重要です。NPD の人々に対しては、尊重とサポートを提供することが彼らにとって有益です。また、専門家の指導を受けることで、NPD の人々や関係における問題を軽減し、健康的な関係を築く手助けになるでしょう。以上です。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録やグッドボタンよろしくお願いいたします。